完璧なやり方でやったジェルネイルになります。グラグラネイルスタジオアワチャンネル、どうもどうもこんにちは。セルフネイルのやり方を世界で一番簡単に、多分一番面白く教えるアワちゃんです。さて今日のテーマなんですけど、ズバリジェルネイルの持ちを良くする方法ってことでお話をしていきたいと思います。ネイルサロンに通うのがねもったいないなーとか、自分で可愛いネイルができたらコスパいいなーと思ってセルフネイルにねシフトしてくださっている方も多いんじゃないかなと思うんですが、ところがいざ自分でネイルやると1日で剥がれてしまったりとか、持ちが悪すぎて挫折しちゃいそうになっている方も多いんじゃないかなと思っております。今日は初心者さんにありがちな持ちがね悪くなってしまう原因を解説していきます。もうアワチャンネルを見ていただけるともうジェルネイルの持ちもめちゃくちゃ良くなりますし、ネイルに関してどんどん知識が深まっていくので、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。さてジェルネイルの持ちがですね悪くなる原因というのは、技術的な部分とそもそも選んでいる材料に原因がある場合もあります。今日はねそこら辺も踏まえてセルフネイルさんのジェルネイルをね3週間持たせるためのジェルの組み合わせと原因と改善方法についてお話をしていきます。ちょっと内容がね盛りだくさんなのでお腹いっぱいになってしまうかもしれませんが、繰り返しこの動画を見て3週間持つネイルを目指していきましょう。でこの動画をね見ることで持ちが悪くなる原因と解決方法とも全部知ることができます。でアワチャンネルではセルフネイルさんに向けたジェルネイルのやり方、技法、その他諸々を解説しています。まあ、アワチャンネル見ていただけるともうセルフネイルの悩みはほぼ解決するんじゃないかな。材料も全部アワちゃんの動画で紹介しているものは購入することもできますし、これアワちゃんが一緒に考えて作ってるからねもう全部知ってるんですよ。ぜひねアワチャンネルをチャンネル登録して一緒にセルフネイルのレベルをね上げていきましょう。でジェルネイルって趣味の中、まあ、趣味、まあ、セルフネイルって多分趣味だと思うんですけど、まあ、趣味の中でもめちゃくちゃ難しい部類だなと思います。でもし始めたばかりでうまくいかないなと落ち込まないでほしいなってあーちゃんは思っています。今回のようにねジェルネイルの持ちを良くするために考えなければいけないことは結構多いんですけど、一度にね全部吸収して学ぶことって多分できないと思うんですよね。でそのためにあーちゃんがいるので、まあ、あーちゃんと一緒にね少しずつセルフネイルの知識を高めていこうね。では学んでいきましょう。さて冒頭でもお話ししたんですけど、ジェルネイルの持ちが悪くなる原因っていうのはね大きく2つの軸から考えることができます。その2つを同時に改善していくことで初めて持ちが良くなるんですね。どちらか一方だけを解決してもなかなか持ちがね良くならないんですよね。例えば材料変えたけど持ちが悪い、どんな材料使っても持ちが悪い、そんな場合とかはねやり方が間違えているかもしれないし、めちゃくちゃ丁寧にやっても絶対剥がれる、やり方は間違っていないのにっていう場合はね材料の方にも問題がある場合がありますね。なのでまず2つの持ちが悪くなる原因を理解するところから始めていきましょう。ジェルネイルの持ちが悪くなる原因2つなんですけど、解決をするためにやるべきことはめちゃくちゃシンプルで、まず適切なジェルを選んでいただくこと、続いて正しい塗り方でジェルネイルを行うこと、この2つの軸からね改善していただくだけで持ちは格段に良くなります。ところがどのジェルが持ちがいいかそんなわかるかーいって思いますよね。あ正直あーちゃんもこのジェルを見ただけではわかりません。なので実際にねあーちゃんが開発にも携わり愛用しているジェルたちを紹介するので、一度ねぜひこちらを使ってみてほしいです。実際あおちゃんも 2,3 週間全然余裕で持つジェルたちなのでね安心してください。じゃあまずですね材料の方から紹介をしていきます。あーちゃんが主に使っているベースコートはこの通常のベースコートと、今流行りのね剥がせるベースコート、ピールオフ系のペロリンって剥がれるタイプのベースコート、こちらを主に使用しています。ここの違いなんですけど、ネイル初心者さんはねこっちの剥がせるベースコートの方がいいです。これめちゃくちゃ剥がすの簡単で、1本剥がしてみましょうか。ジェルオフリムーバーをピュッと吹きかけて、取れました。まあ、こんな感じでね結構
簡単にね除去をすることができるジェルになっているので、まあ、めちゃくちゃおすすめです。でこっちの方はちょっとオフに時間はかかるんですけど、がっちり3週間持たせたい方はこちら選んでいただくといいと思います。まあ、除去にかかる手間でどっちのジェルを使うかっていうことをね選んでいただくと大丈夫です。ちなみにどちらも3週間ほど持たせることはできるので好みで選んでください。ってなってくるとこっち一択な気もしてくるけどな。プライマーっていうのもあります。詳しい説明はまた別の動画でさせていただこうかなと思っているんですけれども、これ何かっていうと天然のものである爪と化学的なこのジェルネイルをくっつけるためのいわば接着剤的な役割の液体なんですけど、こういうのを併用してね密着度をより高めていただくというのもありです。話すと長くなるんでね、また改めて。ジェルネイルが浮く原因その2、若干改善の難易度は高くなりますが、ここからはね技術的なことをお伝えしていきます。サンディングが不足している場合、甘皮処理ができていない場合、この爪のエッジ部分に濡れていない場合、この3つどれか1つでも欠けてしまうとジェルネイルの持ちがめちゃくちゃ悪くなってしまいます。じゃあ実際どういうことかっていうのをね実演していきますね。まずサンディングなんですけど、ジェルネイルを持たせるためには爪の表面をね少し削ってあげる必要があります。傷をつけてジェルネイルの引っかかりの根部分をつけてあげるということですね。このサンディングなんですけど、そんなもう必死にゴリゴリ削らなくていいからね、もうほんと表面ちょっと傷つくかなぐらいでいいから。不安な方はねこのスポンジタイプの刃を使っていただくといいです。スポンジなので当たりが柔らかいんで、ね、いい感じに傷をつけることができます。もうこの程度で大丈夫ですからね。サンディングはねこんな感じでねいいんですけど、次甘皮がしっかり取れていない場合めちゃくちゃ持ちが悪くなります。このような甘皮を除去する専用の液体があるので、これを甘皮付近にピチョンと垂らしてキューティクルプッシャーという器具道具使ってこのように優しく押し上げていきます。これねリムーバー使わなくてもある程度押し上げることはできるんですけど、爪の表面についた薄い甘皮、ルースキューティクルって呼ばれてるやつなんですけど、それはねこの液体使わないとなかなか取れないので一回試してみてほしいです。グッグッとね、これ忘れちゃいけないのがここですね。この部分にも結構薄い甘皮ついているので、しっかりと除去するようにしてください。爪の表面のサンディングと甘皮処理、持ちが悪くなる原因のうち2つが改善されました。こうエッジの部分が濡れていないっていうのあるんですけど、長さ変えない場合もすっと1回でいいので、ここの爪のエッジの部分も軽くファイリングをしてほしいです。このエッジの部分のファイリングをしていないと、やっぱ日常生活でこの爪の先っていうのも削れて丸くなってしまっているので、エッジにジェルを塗っても定着してくれなくなってしまうんですよね。すっと1回でいいのでファイル掛けをするようにしてください。では塗っていきましょう。さあプライマーもねちょっと今日は併用していきますよ。全体にねスーッと塗ります。プライマーもこのエッジの部分にねちょっと塗っといてください。これが持ちを良くするためのね結構秘密だったりします。今回はねベースジェルを塗っていきます。プライマー乾いてからね塗るようにしてくださいね。よしスイスイと、ここら辺の塗り方はねいい感じに塗ってください。はい、でこのまま硬化してませんか。ここですよ、ここでエッジ部分に少しジェルを塗ってあげます。これで格段に、ね、持ちが良くなります。では一旦硬化しますね。続いてカラージェル塗る時もいつも通り塗っていただきまして、カラージェル塗った時もエッジにジェルを塗ってあげてください。ベースだけしか塗ってないやっていう方とかいると思うんですけど、これ全部の層をねちゃんと塗ってあげないと持ちが悪くなります。で一旦硬化して、でもう一回同じように全体塗ってエッジの部分も塗ってあげます。で厚み出す場合ですね、このビルダージェルを使うんですけど、これも同じように全体に塗ってエッジの部分に塗ってあげてくださいね。はい、ではこれで硬化します。もうここまで来たらね分かりますよね。トップも同じように全体に塗ってエッジの部分を塗ってあげましょう。おー、チュルンチュルン。では硬化します。は
はい、完成しました。サンディングもしっかりして、甘皮ケアもして、さらにプライマーも塗り、エッジも塗った、もう超完璧なやり方でやったジェルネイルになります。そしてベースジェルもあーちゃんおすすめのこの超持ちがいいね、こちらを使っているので3週間持つことでしょう。ここまで見てもらって、自分のねジェルネイルの浮きの原因と対策っていうのがね分かってくださったんじゃないかなと思います。何が原因か分かったことで、ご自身のジェルネイルの持ちが悪い場合、どこに原因があるかっていうことも分かってきたんじゃないかなと思います。ただ自分での判断ってやっぱすごい難しい場合もねあるかと思います。その時はあーチャンネルネイルハッピーレターっていうので、あの診断もできるんで、ぜひメールで相談してくださいね。あーちゃんも実はですね、ネイルを始めてからお恥ずかしながら 5,6 年ぐらいは全然持たなくて、すぐポロ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 取れてたの。その時ってやり方とかはめちゃくちゃ勉強してたんだけど、まさか自分が使ってるジェルに問題があるなんてことは全然思わなくて、技術ばかりに目を向けちゃって、すっごい無駄な時間をね過ごしてしまったんですよ。結果的に今こうやってあーちゃんずさんにお伝えができるから無駄ではなかったんだけどね。あーちゃんはですね、今サルルプロジェクトさんでこの商品ですね、ハッピージェルシリーズの開発のお仕事もさせていただいているんですけど、その根底にあるのはあーちゃんとさんには材料選びで失敗してほしくないなっていうね強い思いからなんですよ。その時はそこのメーカーさんのジェルを使ってたんだけど、ちゃぶっちゃけるとベース用じゃなかったんだよ。びっくりするよね。それをずっと使い続けてたっていう、あ、ちょっとポンコツなねあーちゃんもいるんですけれども、なのでね、そんな経緯を得てあーちゃんが一緒に開発をしたねハッピージェルシリーズを使っていただくことで、ジェルネイルの持ちも格段にきっと良くなるはずなんですよ。あーちゃんがねおすすめするアイテムで素敵なジェルネイルライフを楽しんでいただければなと思っております。今日はねちょっとお話の動画になってしまったんですけど、まとめると、ジェルネイルのね持ちが悪くなる要因の2つの大きな要素としては、材料にちょっと問題がある場合で、次技術的な問題で、その技術的な問題の中にあるのはサンディングがしっかりとできていない場合、甘皮処理がしっかりできていない場合、エッジの部分に濡れていない場合、もう本当はもうちょっといろいろあるんですけども、大体原因として考えられるのはこの3つかなとあーちゃんは思っております。ぜひこの動画をね見て、ご自身のジェルネイルの持ちが悪いね原因分かったらコメント欄でね一緒に共有していただけると嬉しいです。またねこれ3つをやっててもそれでも持ちが悪いんだっていう人は、ぜひあーちゃんが改善したいので、あのメールで相談してくださいね。待ってますよ。目指せ3週間持つネイルっていうことで、今日の動画も最後まで見てくれてどうもありがとう。また次回の動画で一緒にセルフネイルのレベルアップとかデザイン力の向上しましょうね。んじゃまったねー。